とシャイドポニー、ありがとう、みんなギフトコメントありがとうございます。そうくまちゃんくまちゃんありがとう。はい、この枠は8時までします。8時までの45分間そして癒し目覚ましカラオケということで癒しの歌声を届けてみんなを起こそうというカラオケです起こそうというカラオケです。ありがとうギフト、ありがとうございます。それでは早速していきましょう。そう、癒し目覚ましカラオケ癒し、皆さんに癒しを届けます。裏声の優しい感じでいきます。そう、これでこう元気を元気になってお仕事や学校に出発してください出発ありがとうギフト。そう、化粧もねほんのちょっぴりした。どう、サイドポニー似合いますか？サイドポニー、サイドポニー、シャイドポニーリオツ、ありがとうギフト、ありがとうございますそれでは歌っていこう。似合う？嬉しい癒し系か、癒し系といえば、ありがとう、キラキラも、ありがとうね、皆さんありがとうございます。キラキラタクもたくさんギフトやコメントも嬉しいです、ありがとううよし、よし、これにしよう。いきまーす、スタート。
さん、今日も一日ありがとうございます。大好きな人でした。大好きな人でした。ありがとうございます。ありがとう。今2位なんですけど1位を目指しているので、皆さんお力を貸してください。よろしくお願いします。本気で目指しています。朝枠1位で終わりたいです。皆さんよろしくお願いします。100キロお届け、ありがとう、嬉しい。それでは目覚ましカラオケ次の曲いきます。いきます。よくの声が来て眠たくなっちゃった。の、え、急に消えたんだけど、え、配信されてますか。え、急にカラオケが止まりました。え、見えてますか。見えてる。カラオケが急に止まりました。もう一回入れるね。急に切れました。え、配信されてる、見えてますか。あ、見えてる、よかった。え、の急にさ、カラオケ止まったんだけど。意地悪誰かの。あ、受験さん、ありがとうございます。もしよかったらキラキラ星100個と無料ショーゴールド投げてくれたら嬉しいです。りょうつん大丈夫な。カラオケが止まりました。勝手に止まっちゃった。もう一回行きまーす。え、また止まった。え、なんで
違う曲歌ってみるね。強制終了される。怖い。違う曲歌ってみるね。なんでだろうね。これでまた止まったら。思い出せない。すぐ消えてしまって、切なくなるんだ。日差しのように、あの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいない。僕は何もできず泣きの中にいた。やりたいことを見つけて都会へ行った。君は元気か、夢は見続けてるか。風が吹くよ、家を抜け待ちわびてた春僕はやっと君に言えるんだ。 I just don't love you 溢れる気持ちどう話せば伝わるだろう。愛は名古屋へ抱きしめたいよ、波のように切ない願いを。皆さん朝からありがとうございます。1位で朝は終わりたいので皆さん応援よろしくお願いします。1位と思ってもらえたら、キラキラ余っていたら100個リオに投げてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。1位で終わりたいので皆さん応援よろしくお願いします。力を貸してください。さっきさ誰かのために歌ってたのにさ強制終了さされたのだけどなんでだったんだろう。一回もう一回入れてみよう。次はいけるかもしれない。これでもしダメだったら諦める。
起きましたか？え、アポロンさん、一作様、マツーちゃん、クマスキタワー、ありがとうございます。ありがとう、アポロンさん。ありがとうございます。アポロンさん、ありがとう。アポロンさん、大好き。ポロンさん、クマスキタワー、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます、本当に。皆さんもギフト、コメント、ありがとうございます。あ、初見さん、ありがとうございます。もし少しでもいいなと思ってもらえたら、キラキラ100個、リオに投げてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。岡村リオです。ね、歌えた、誰かのために。何だったんだろうね、途中で止まったの。ありがとうございます。今40分だ。あ、メーナが来た。メーナが来たよ。それでは続きまして、次の曲いきます。え、久しぶりに歌う、この曲も。スタート。
久しぶりに初日を歌いました。どうですか皆さん、目は覚めましたか目は覚めていますか。いい感じかな。覚めた？よかった。続きまして。これいきます。これも久しぶりかも。やがて必ず届くこと、カイルは知っていたんだ。やっちゃった。誰でも大切なことを忘れる。あんなに熱く語り合った日にも色褪せてくのさ。激しい嵐もいくつかの夜過ぎれば、ただ日常が広がるだけ。僕は今負けそうよ。
を届けてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。それでは次の曲いきます。これも久しぶり全部久しぶりだレアです。これはいきます。青い空がすぐそこにあった。絶対届かないって分かってるはずなのに、僕はつま先で立って思いっきり手を伸ばした。ただじっと眺め続けるなんてできやしない。この胸に溢れる君への思いがもどかしい。真っ白な入道雲がもくもくと近づいて、どこかで君たちが一斉に泣いた。太陽が一瞬ひるんだ気がした。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。最初に秘密を持ったのはいつだろう。大人に謎を過ぎて忘れてる。少ししたら夕立が来る。世界には愛しかない。今すぐ僕は君を探しに行こう。誰に反対さ、ずぶ濡れになりながら街を走った。夕立も予測できない未来も嫌いじゃない。最後の音に逆らったのはいつだろう。起きたければ僕はそんな大きいだったか。アスファルトの上で雨が口答えしてる。僕の
すらしい。僕は信じてる。世界には愛しかないんだ。ありがとうございます。ありがとう。レオタンさん、ミラモルタマ、ありがとう。ありがとうございます。タブちゃんだよ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう皆さん。それではちょっと待ってね。悲しいことも喜び
ありがとうございます。4日目もリオのそばにいてください。リオを信じてついてきてくれたら嬉しいです。それでは夜また18時半にお会いしましょう。